エルガチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。キリトです。マルです。俺、キリト、マル、3人しかいないんですけど、あと遅れてウーシーがやってきます。コロナもちょっと落ち着いてきてるので、忘年会をやりたいと思って今日集まりました。ここにここもう一回言ってもらっていいですか。まだまだまだ。入ってなかった。入ってない。あ、ごめん、さっき表で撮ったわ。エルちゃん、この間この3人は洋服買うって話ので会ったんで、あれで1年ぶりですよね。で、ウーシーとは全然会ってないんで、あと2年ぶりになるってことで楽しみにしてるとこです。とりあえずウーシーが来るまで食べ尽くしちゃいましょう。はい、いただきます。ちなみに今日どんな感じですかね。今日はまずね、大根のサラダと大根のサラダと、はい、お刺身の盛り合わせ、刺身もうほぼねえ。そして、ハムカツ。ハムカツか、うん、おいしい。です。で、さっきの話、これの中で言いますね、高校のクラス会がもう全然できないんで、 LINE のビデオ通話を使ってやりたいなと思ってるんですよ。したら場所が違っても、時間さえ決まってればね、来たくても行けなかった人ってのもいるわけじゃん。まあ実際には行きたくねえっていうやつもおっただろう、うわ、めんどくせえと思うやつもいるだろう、正直ね。言って何年ですか。俺覚えてるのがキリトが来んかった時で、結局集まったのが20人いたかいなかったかだったと思うんだ、うん、覚えてるのは俺が横にいた女の子からなんか皿片付けるの遅いよって言って怒られたことぐらい。7年。その時のほら、ちょうど俺が動画作り始めてたから、うん、やってるのを動画アップしたクラスのやつに。俺違うやつが出てきたけど、これが2015年です。ちょっと待って。これダメだね。2015年の11月になって、うちらのアイコンになってるやつな。見て、俺のキーボードそれなの。どんだけ大好きなんだよ。ほらね、俺その写真撮ってから、うん、ずっとこのキーボードの写真それなの。でも、もう6年それなんだ。キリト大好きっ子らしいよ。大好きっ子だな。じゃないならこうやってやってないって。そうね。ちょっと食べて食べて、このカレーの俺マジ大好きやねん。もうモザイク入れなくていいって分かったから。じゃんじゃんいけるぜ。そうね、もう公言したけどね。うん、どう。あ、これ熱いね。マジうまいっすか、うん、よかったっす。俺が作ったわけじゃないのに、よかったっす。待てなかったの。うまっ。これなんだっけ。これ牛もつ。牛もつか。牛もつ。これ何。ピース。え、え、こっちせせり。これせせりよね。こっちせせり。せせり、唐揚げ。唐揚げで牛もつ。牛もつ。これ何。では、イカ、イカそうめん。イカそうめん。え、これが、ピース。こう、エルちゃん。なんか今回、いや、まあ全然、全然まだ、4人目が来てないから。ここで締めたら全然余るから。食ってもらわんと。食べてるところをください。食べんつったよ、2人。ごめん、ちょっとあの業務連絡がないと今ね、食べる流れだと思ったら、お待たせしました。来た。今日赤身だけじゃなくてですね、こっち側は縦紙で握ってます。あざっす。いや、脂美味しいですよね。食べたいって言ってて、あー、よかった。
そう食べたかった。なんかお店が潰れちゃっててなくて昨日お電話したとこです。やらす。ありがとうございます。お電話するのは店長なんですけど。好き。じゃあキリト行っちゃってください。お前が望んでた。これはキリトだけじゃない。俺たち全員が望んだんだ。どうよ。うまっ。丸も言ってください。ちょっとでは。あ、とてもいい。うん。うん。うま。うん、うん、うん、うまい、うん、この二人の食べた後の感想がうましかないんですよ。それ以外にやっぱね無理よ。確かに美味しいので食べた時って言葉が出ないって言うんだけど、二人ともが同じうまって、そりゃうまだよ。いやあまりにも安直で、もうちょっとなんかあるかなと思っちゃって。ない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 。え、これ食べたらわかる。わかるよ。貸しなさい。ジリと言ってやれ。もうほら一個食ってみろって。もううまい以外ね。オッケー、じゃあいきますよ。うまい以外でいけるのか。頑張ります。はい、最初何を思った。鹿。はい、これはよかったです。ごめんなさい。うましかないでしょ。Lちゃん、ただいま。牛来た、牛来た、牛来た。もう今日4人目が来ました。はい、お疲れ様です。この唐揚げ何杯いけるか、本当に。いただきます。うん、熱すぎです。かっくできたてだからね。うまいよね。20年はやべえよ。20年じゃない、だって高校1年からっていう。そう、だから22年だよ。卒業して20年。先生、どうした。俺たちは高校の時からのつながりであります。それより前の友達で未だにつながってますか。俺は中学の子はいる。いや微妙かな。それが取れるの。取れる。でも 2,3 人かな。俺1人かな。正直ね、連絡を取る頻度的にいくと、うん、高校の方が多いよね。そうそう、俺は高校はさ1人だったのよ。いや俺も1人。中学から俺1人しか来てないから。その誰も友達いない。よくやったなと思うよ。そう、自分を褒めてあげた。俺一人しかにしたら全部アウェイよ。おのずと聞くの多かったです。なんかやっぱ地域があったじゃん。全く違う子たちがあそこで集まって、気づけば20年みんな結婚しててもいいし、それでもエルカっていう伝統のね。そうですよ、私のチャンネルの元になったやつですからね。そう、でもこのエルカっていうのも一つの誇りにね。エルカってなんでよ。ライフなんちゃらちゃんちゃら生活相談だったの。今ないからね。エルちゃん、なんか結構もう出来上がって終わっちゃいましたね。そうそうね。どうでしたか、キリトさんは。わー、よかったよ。よかったっすか。マルさんはどうですか。俺は行きつけだから。そうかそうか。美味しかったっす。美味しいわ。食えてないから。俺のやつを食えてないから。ウーシーのことも踏まえてですよ。新年会ここでいいんじゃない。まく食べたいでしょ。あの寿司、あ、行っちゃった。これで食べる。どうもすいません。ごちそうさまでした。今回来たのはこちら小腹屋さんです。ということで今回の動画、久々の忘年会でした。また来年も見てください。俺たちにかかってこい。